鈴木武蔵さん、もう限界か。いやいや待ってくれよ。鈴木武蔵 PK 下手すぎひん。鈴木武蔵ここでも入らないわ、さすがに笑う。PK コースっつ。呪われてるのかってくらい決まらないな。今日も鈴木武蔵の日じゃなかったか。コースアップマ、普通に何らかしらの問題を抱えてないか。完全にイップスだね。ただこれ決められないのはチームとして痛すぎる。もう完全に沼ハマってるな。一点決めたら変わりそうだけど、なんか去年も見た記憶が。こぼしてるのに爪に行きもしない。これはサポ怒るのも無理ない。今季無得点のフォワードを維持、これじゃコンサドーレ札幌は勝てない。鈴木武蔵ってまだノーゴールなんだ。どうしちゃったんだよ。タサポだけど復活してくれ。もったいなかったな。札幌にとっては勝てた試合をものにできなかったのは痛い。武蔵よ、杉本健雄ゴール集は超えろよマジで。武蔵は数年前の杉本健雄を見ている感じだね。一昨年ジュビロが無得点の杉本健雄を使い続けて降格していった形にすごく似てる。札幌は新しいフォワードにかかってるな。一回お払い行こう。